皆さんこんにちは、乃木坂46ご期生の伊予木央です。井上なぎです。菅原さつきです。えー、今日はアンアンアワード2024の会場に来ております。えー、先ほど受賞式を終えたばっかりですが、フォーカス部門賞を今回いただきました。ありがとうございます。 ありがとうございます今日はですね10分という短い時間ではありますが皆さんからですねアンアンさんのインスタグラムでいろいろな質問をいただいたので時間の許す限り答えていきたいと思いますすごい皆さん見てくださってるありがとうございますわおこんにちはありがとうございますぜひぜひコメントもあの答えていきたいなと思いますのでぜひぜひ皆様 ありがとうございます嬉しい。ね見てくださってた、ありがとうございます。す素敵な衣装の、そうなんです、ねあのそれぞれみんなでね、黒い衣装着させていただいて、か,かっこいい衣装でありがたいですね、普段なかなかね、こう着る機会もないから、すごく嬉しいなと思います。 ありがとうございますではですね、まず1つ目の質問にいきたいと思います。ま、え、お、ー、ちゃんに質問です。えー、来年、達成したいこと、または今年中にやりたいことを知りたいです。そうですね、うーん、こ今後、達成したい目標みたいなのを言ってみようかなって思うんですけど、いつかランウェイを歩いてみたいです。はい、でもなんか今日のこののこアアンアワードの 場所もちょっとちっちゃいランウェイみたいになってたからこんな素敵な衣装を着ながらこう歩けたのはすごく嬉しかったです <laughs>。本当に素敵な会場だったよね素敵だったね<う>ん<や>みんなでねポージングしたりとか結構、本番直前まで大丈夫かな、どうしようって結構、ドキドキしてたんですけどあのステージに行ったらみんな澄まし顔で <laughs> かっこよくね、うん。大丈夫だったかな <laughs> じゃあ、真が次、質問してみようかなって思うんだけども、はい、に質問をします冬の間にやってみたいことや行きたい場所を教えてください。ありますね、そうで,すねでも私、やってみたいこと、やってみたいことというか、一、まあ、つありまして、今年私、こたつデビューをしたんですよ。<ー>こたつを買ったんですほうほうほう そうだから、あのー、最近ももうまだ11月なのようにこたつ出しちゃっててそう最近寒いんで出しちゃってるんですけど、うん、そのこたつでお鍋がしたいなと。 そうなんですやっぱ冬といえばねお鍋だったりおでんのイメージがあるので私はだから冬にこたつにぬくぬく入りながらお鍋が食べたいなとすごいキラキラした目で見てるね呼んでくださいあじゃあ3人でやります,りいます <laughs> はいあすごい色々ねコメントも来てますね <laughs> 朝晩冷えるもんね,もんねそうなんです、ね、本当に寒くて、うん、そうん呼んでください <laughs> <laughs> いいよ。こたつで牛。ナギのあれだよね。あのー、こうこたつでもあり普通でも使えるこたつで、あれいいなと思って。そう。まあもうあ,あれ買おうかな。<laughs> いやでも本当にあのねこたついいよ。<laughs> こたつでみかん食べたりしてます。うそう。お <laughs> 具材買うので呼んでください。<laughs>

ちなみに説明しろと言われたらできません、うん、<laughs> 何が入ってんのなんかでも私はもう自分が好きな具材とりあえず詰め込んで塩ちゃんこ鍋のその味のなんていうのお鍋の素<元>、うん、をやってるだけなので特にないですレシピとかはないです <laughs> 自己流 <laughs> のお料理解説でした <laughs> <laughs> ちょっと雑だったんですけどまあなんか 美味しそうってことは伝わりました <laughs> ね、私はでも最近ミルフィーユ鍋しましたあーいいねーミル,は一番ミルフィーユが好きあ美味しい本当にでも柚子胡椒大好きなのでうそう同期のね奥田いろはちゃんとかも結構やってるイメージがあってそうそうだからできたらねあのご期生全員11人いるんですけどご期生全員入れるこたつの大きさはないんですけど、うん、片足ぐらいなら 一人みんなで開脚して絶対みんなでなれば楽しいよう楽しいからやりたいけど大きいこたつが必要ですねちゃんとお金が飛びますねいいな企画でやりたいなはいということで次私いおきにいおきまーちゃんに質問しますねえあいおきじゃない菅原だそうなんです実は完璧かごめんなさいすいません <laughs> <laughs> さっき答えてたね申し訳ないさすがらさつきちゃんに質問ですあんあんの撮影で特に心に残ってる思い出を答えてください<お>そうですねあの今年あンアンさんの表紙をご規制でやらせていただいた時にぎ、はい、も授賞式でお話ししてたんですけど一人一人こうソロカットでお花を持ったり、うん、こう何人かのこう組に分かれてというか何人かでこうそれぞれのコンセプトのこう 撮影をしたりして私はリボンを使って撮影をしたんですよ、うん、そう,、ね、そうやってやらせてもらったんですけどなかなかなんだろうガーリーな感じのお洋服着たりとかメイクとかなかなかしないからすごい新鮮ですごく心に残りましたお花のねソロカットの撮影もみんな綺麗で私あのカットがすごく好きなんですよそう

いただけたら、ね。確かに。もうオレンジだったな。うん、オレンジ。オレンジの。合いそう。オレンジのどんなんだったかな。オレンジの、大きいやつだったんだけど。でもさ、ご帰省が公開される。あの、最初の映像でも、みんな一人一人お花を持たせていただいたんですよ。だから、なんかそれのある意味、オマージュじゃないですけど。なんか、成長したご帰省みたいな。感じも、あって。いいよね。 コメントたくさんありがとうございますあマリーゴールドだったのかなありがとうございます教えてくださってあ授賞式の感想でもお話しますかさっきどうでしたか緊張したよいやみんなでもさ始まる直前まで結構わちゃわちゃしてたんですよ実は。 だからみんなでも出た瞬間、決めてたよね多分うもうね、あのどこかにいるかっこいい自分というか、<laughs> を下ろしてきて、なんとか頑張りました <laughs>、うん、でもみんな本当に後からねちょっと映像見たけど、うん、めっなんか普段楽屋であんなに大騒ぎしてる人たちとは思えないくらい、かっこよかったですよ、菅原さん。<laughs> そうですねすごく視線を感じたんですけど <laughs> でも、すごいねなんかこう場の空気に圧倒されつつもでも、すごくありがたい機会だったので、うん、楽しんでやらせていただきました、うん、本当にありがとうございます。うんね、ということでねもうあっという間に10分、ね、そう過ぎてしまいましたがあのアンアワード YouTube の方で配信中ですのでぜひご覧ください。よろししくお願いします、はい 見てねー <laughs> <laughs>